You're listening to Shibuya Cross FM.令和4年12月4日日曜日第29回目東京おしゃべりクラブ代表ライブ812オフィシャルライバーパーソナリティ雪の精霊です。雪です。皆さんこんばんは。元気ですか？12月師走、ね、皆さん忙しいと思いますけれども、今日もね本日も、渋谷クロス FM サテライトスタジオより全力でお送りいたします。今年もあと1ヶ月をね、切りました。早いですね。あっという間ですね。はい、もう、ね、なんかもうね12月の声聞くとねもう気がついたらクリスマス、はい、気がついたらお正月の準備に追われると、はい、ね、何かともう街行く人も忙しそうね、うん、どこへ向かうのか足早にね過ぎ去っています。はい、はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、そして、クラブハウス東京おしゃべりクラブの紹介です。輝く女性を応援、働き方自由自在アラカルトをコンセプトにクラブメンバーさんをご紹介。2021年3月18日よりルームを開催しております。昨夜でなんと900回を超えました。900回ですか、おめでとうございます。ありがとうございます。毎日23時から24時輝く女性クラブメンバーさんが日替わりで登場。私雪の精霊と対話形式1対1でその方のお人柄を伝えるというプログラムです。はい、はい、毎日開催、東京おしゃべりナイト23時スタート、24時までです。ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。はい、そして29回目の本日お手伝いいただくパーソナリティさんはエマさんです。どうぞよろしくお願いいたします。番組をご覧の皆様、ただいまご紹介いただきましたエマと申します。よろしくお願いいたします。ね、エマちゃんも今日でもうだいぶね、はい、このスタジオにも来ていただいて。そうですね、落ち着きがありますね。ありがとうございます、うん、落ち着いてないの俺です。いえいえだって30秒前までうろうろしてんだからもう落ち着いてる証拠です。大丈夫です本当、はい、今日もね楽しんでいきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずねプレゼントの紹介の方お願いします。はい、プレゼントですね。はい、はい、たくさん今日もありますよ、はい、そうですね、今日もねすごくたくさんプレゼントを用意していただいたんですけれども、うんうんうん、これから出る2つのキーワードが必要になります。はい、プレゼントは出演者、ね、メンバー全員の直筆吹き出しネームプレート、うんうん、そしてレッドブルジャパン様からドリンク6缶セット、うんうん、BMW 専門店スタイファクトリー様からおしゃれと大好評のオリジナル T シャツと、はい、こちらのもですよね、うんうん、はい、プレゼントがあります、うんうん、はい、応募先は番組の最後にお知らせいたしますので楽しみにしていてください。はい、そしてもう一つ、はい、オーガニックサイエンス様よりマグバームのプレゼントがあります。マグバームもですか、豪華ですね。はい、豪華です。日本初のマグネシウムスキンケア、ボディケア専門ブランド、この言葉を聞いてもとても興味深いです。はい、マグネシウムスキンケア、ボディケアのパイオニアとして自然なものへのこだわりがあります。こちらのマグバームも1名の方に合わせてプレゼントさせていただきます。楽しみですね。これ私が欲しいです。欲しい？はい、応募しようかな。あ、持って帰る、持って帰る、応募ね。はい、はい、はい、今日もね盛りだくさんでお送りします。はい、はい、それではね番組スポンサーさんのご紹介に入りたいと思います。はい、この番組は BMW 専門店のツタエファクトリー、オーガニックサイエンスのマグバーム、エイジングケア 3.0 フラコラ、たくさん出ますね、はい、はい、そしてね豊かな今を想像する詩の世界、浅川真子、以上各社の提供でお送りします。今日もね、はい、ノリノリでいこう。もう12月だ、ね、あっという間に過ぎてしまいますが、うん、ね、頑張って乗り切りましょう。はい、ねえ、エマちゃん、はい、ところでね、はい、今かかっていたオープニングの曲です。ね、これはね、
オープニング、イメージソングとしてね、東京ジャケンさんのスターラビリンスという曲なんですよ。はい、実はね、はい、先週かな、先週の日曜日ね、ライブ行ってきたっすよ。ライブに、ね、行ってきたんですよね。すごく私も行きたかったんですけれども、めっちゃめちゃ盛り上がってね、はい、生でこの東京ジャケンさんの歌声聞いてきました。あ、いいですね。どうでしたか？盛り上がりますよね。いや、最高でしたね、はい、でね、次週、そのスタジオ、ライブ会場でね、いろんなグッズがあったんですけど、はい、こんなものがありましたっていうのをスタジオにね、飾りたいと思います。本当ですか、はい、それは楽しみですね。そう、今日はもったいぶって今日出してませんけど。本当ですか、はい、じゃあ次回も楽しみにしてます、はい、次回ね、ずらっとこの辺に並びます。はい、はい、楽しみにしててください、はい、それでは、ね、東京ジャケンさんのスターラビリンス、はい、こちらの方、YouTube の方で流したいと思います。いい曲ですね。はい、何回聴いてもいい曲です。またね、来年にはまたライブがあるということなんで、そうですか、楽しみですね。情報をね、最新情報を楽しみにしております、はい、見てますか、東京ジャケンさん、いつもありがとうございます。さてさて、はい、今日ね、エマちゃんのこともね、ちょっといろいろ聞きたいんですよ、はい、ぜひ、はい、実はね、うんうん、最近嬉しいことがあったので、なになに、この場をお借りしてご報告とお礼をさせてください、うん、はい、待ってました、はい、お願いします。はい、はい、大人女子に役立つワクワク体験いっぱいの情報サイト、スタリス横浜様の企画で、うん、女優でシャンパーニュ騎士団のシュバリエでもある女優、あ、友人の夏美玲ちゃんがミューズをとして開催された、うん、シャンパーニュデー乾杯プロジェクト&コンテストに応募したところ、うん、なんと優秀賞に選んでいただきました、うん、いいぞ、ありがとうございます。優秀賞ね、はい、はいはいはい、そしてバランケンポメリージャパン様から限定ボックス入りのシャンパーニュ、うん、ブリュットロワイエルをプレゼントしていただきました。おもうすごく嬉しくって、はい、インスタグラムでも応援していただいた皆さんからいいねたくさん、あ、いいねとコメントたくさんいただきまして本当にありがとうございました。この場を借りしてお礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。エマちゃん活躍してるね。もう今年一番嬉しかったかもしれないです。あ、今年一番、はい、12月に来た。はい、来ました。そのスタリス横浜さんっていうのはどんな感じなのかな。はい、うん、スタートリスタートに役立つ楽しい情報と真の口コミ記事だけを厳選してお届けする、うんうん、本当にワクワクするコンテンツばかりですので、うんうん、ぜひ、QR コードをですね、後で出てくると思いますので、うん、出るかな。あ、この後ですかね。あ、この後ね、あ、これか、こちらですね、スタリス横浜様の QR コード、おー、はい、いいね。でこちらの華やかなあの女性がですね、うん、友人の夏美玲ちゃんでして、すごく素敵な女性で、はい、ぜひご覧になってください、よろしくお願いします。いや、なんかね、これそそられるね、この画像ね。あ、そうですか、ね、もう本当素敵な画像ですよね。はい、これ一番の見どころってのは何なの。そうですね、横浜を中心とした情報なんですけれども、うんうん、実際にレポーターの方々が体験したことをお伝えする、うんうん、はい、記事が多くて、へ、私もやってみたいと思うようなことがたくさん掲載されてますので、おー、いいね、ぜひご覧になってください。これちょっと俺も後でさ、アクセスしてね、はい、ちょっと1枚噛んじゃおうかなと思って、はい、お願いします。お願いします。はい、素敵な情報ありがとうございます。はい、はい、そしてまだあるのかな、はい、何かもう一つ。そしてもう一点ですね、はい、最近私の仲良しのお友達から教えていただいた、うん、はい、はい、今一番注目しているですね、うん、レイブータンのレモングラスティーをご紹介させてください。何よそれ、良さそうだよそれ。すごいでしょ、パッケージかっこいいよ、はい、パッケージが素敵ですよね、うんうんうん、ブータンというとどのようなイメージがありますか、うん、いやー、ブータンね、未踏の地なんだけど、はい、なんかね、柔らかいイメージね。そうですよね、明るいイメージね、はい、うん、太陽さんさんってイメージ、違う、はい、そうです、うんうん、はい、ブータンは、うん、幸せの国として、うん、知られているブータン王国という国なんですけれども、そうなんだ、はい、でそちらでですね、うん、自生する貴重なレモングラスを直輸入し、うんうん、100% 使用したオーガニックハーブティーです。 100% ってすごいね。はい、すごいですよね。ブータンのレモングラスっていう、うん、あ、レモングラスは標高2000メートルから3000メートルという、うん、高いな、はい、手つかずの山々に自生している特別なレモングラス種で、うん、ブータンの方がもう大変な思いをして収穫したものを日本へ直輸入して、日本で加工して販売されています。標高何メートルって言った今。
2000メートルから3000メートルなんですよ。空気薄くない？はい、きっと薄いと思います。そこまで行って、はい、レモングラスを収穫して日本へ直輸入しているそうです。へー、まあ、やっぱりね、はい、ちょっと一味も二味も違うんじゃない？そうなんですよ。すごくですね、入れた時の色もとても濃くて、味もしっかりしていて、そして香りがすごく爽やかで、もうハマってしまってるんです最近。なんかもういいことづくめなんですよね。はい、でリフレッシュしたい時もリラックスしたい時もどちらもとてもいいと思うんですね。そしてカフェインフリーなので、カフェインを気にされるお方にも、はい、ね、ぜひ試していただきたいと思ってます。はい、これさ、エマちゃん飲んだことあるの？はい、もちろんです。今日も出発前に飲んできたんですけれども、いいな、はい、いいな、はい、すごくリフレッシュして家を出ることができました。まあね、今ね、はい、こうストレスがね多い時代で、そうなんです、一息つきたいっていうのあるじゃない、はい、ね、リフレッシュしたいなって、もうこういうね忙しい、はい、現代生活なんで、ほっと一息つける時間っていうのがね、ね、これね本当にね宝物なんですよ。はい、私もそう思います。うん、そのパートナーにこの、はい、ね、レイブータンですね。これです。はい、ね、こちらです。これね、すごくパッケージも可愛いですよね。いや、もうおしゃれだね。はい、こちらはブータンの民族衣装に使われる手織りの生地をデザインしたそうです。ギフトとしてもね、とても良いと思いますので、はい、うんうんうん、いや、こういうのね、ギフトプレゼントしてくれたら嬉しいね。はい、あ、そうですね、今日も、番組をご覧の皆様にプレゼントさせていただきますので、うん、の、はい、楽しみにしていてください。 ありがとうございます。いやー、本当ね、俺も応募したくなるわ今度、エマちゃんのお返しで。はい、ありがとうございます。本当にすごくね、生命力を感じるレモングラスティーなので、レモングラスの、はい、ね、これは作っている、ね、製造の方に、はいはい、直接その熱い思いなんかも今度聞いてみたいよね。そうですね、私もすごくそう思います。うん、どうしてブータンだったのかが気になりますよ ね。俺の単純なこの太陽とかね、はい、こうなんか綺麗なイメージね、はい、あったかいイメージ、まあ、それをね、こう飛び越えた、はい、ブータンってこうなんだよ、この、ね、このお茶に込める思いってのはこれなんだよってのもちょっと聞いてみたい感じもします。私もぜひそう思います。ね、チャンスをください。はい、ありがとうございます。ね、うん、いい商品ってやっぱりね、奥の奥が知りたくなるんですよ。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあそれではね、今日もクラブメンバーさんたくさん来ていただいてるんで、そうですね、はい、じゃあ座席チェンジタイムといきましょう。はい、じゃあ、はい、座席チェンジ。ミュージックアウェリアスエモーション。Love is the message. You're listening to Shibuya Cross FM. はい、エマちゃん、ちょっとマイクの位置が俺の位置になってるよ。はい、しました。OK です。じゃあ早速ね、時間もしてます。はい、今日は、旅するね女子、はい、2年で家を捨てちゃったっつんだよ。まあすごい羨ましい。家捨てられるもんだっけ？ねえ、でもやろうと思えば。あ、本当？そんな本当にそう思ってる？はい、思ってますよ。俺捨てらんねえど。そうですか。私も捨てらんないかもしれないけど。大丈夫かなと思って。はい、でもすごくなんか憧れはあります。憧れるね、はい、俺はちょっと勇気がいりそう。本当ですか？はい、憧れちゃうな。じゃあね、まずその辺をじっくり聞いてみたいんで、はい、読んでみましょう。はい、Welcome to 東京おしゃべりクラブラディオ。せーの、ナツポーン。こんばんは。待ってたぞ、ナツポーン。待ってた、待ってた。こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。ね、キラキラ女子、全力疾走じゃないですか。あ、下の方がいいね、ナツポンね。下の方ですか。はい、こうかな。そう、顔隠れちゃうからね。うん、はい、はい、こんばんは。はい、こんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。では早速ですがね、夏ぽんの、自己紹介をねいただきたいなと思います。はい、こんな私ですという、はい、こんな私ですっていう、お願いします。はい、はい、今新卒2年目で、うん、家を捨てて、うん、会社も辞めて、うん、旅暮らしをしながら、うん、ライターの仕事をしています。うらやましい。すごい、でも、ね、勇気がありますよね。いや、楽しそう。いや、勇気がある一方でね、うん、この衝撃的な一言、2年で家を捨てたって、その辺をねちょっと聞いてみたいんだけど、それどういうこと？家を捨てました。
捨てられるもんなの家って、あのゴミとかね、はい、あの、うん、空き缶とかこう捨てられるんですけど、はい、家って捨てられるもんなんですか、はい、実際。いや私荷物がめちゃくちゃ多いんですけど、うん、多いの、はい、服もすっごい好きで、うん、80着ぐらい断捨離しました。そんなに持ってたんだ、もったいないですね、この若さで。ね、ね、はい、今はスーツケース一つで全部収まってます。きっかけは、うんうん、すごく気になるんですけれども、うん、あ、きっかけはでも半分ノリと勢いです。あ、本当にいいな、やっぱり。ね、はい、いやもうはるか昔のね、あの夏も今お若いですけど、はい、俺もねお尻を逆さにして遊んでましたよ。もうで必ず夜ね、うん、あの朝方になると家に帰ってきて数時間寝て、でも遊びに行くけど帰ってきてた。でも家を捨てちゃうっていうのはね、なかなか新しい。多いんですかそういうお仲間とか。マニアあんまりいませんよね。いや結構私のフォローしてる、うん、こうインスタグラマーの方、うん、インスタの方とかは結構います、うん、フリーランスで旅暮らしをしてるっていう方とか、うん、私もそういう方を見て、うん、まあ、なんか自分にもできるんじゃないかと思って、もともとパソコン一つで仕事ができる仕事だったので、あ、でもね、思い切って。でもどうなの、あの住むところもそうだし、うん、住むところってどうしてるの。住むところは1ヶ月ごとに拠点を変えて、うんうんうん、はい、先月は札幌に行ったり、いいねいいね、先々月は沖縄とか大阪とか、いいじゃない、いいじゃない、先生も日本全国、日本だけじゃないかもしれないですよね、はい、そうですね、これからはね、今後も海外行きたいなって思ってます。あ、待てよ、そう考えるとなんか観光してるような、あいまちゃん。そうですよ ね、旅っていうか旅行してるような感覚で、ね、日々過ごしてる。でも何かが不安なんだよ俺ね、物がないとかね、うん、物、今まで服だけでも80着でしょ、うん、ね、テレビとかエアコンとかいろいろあるじゃないですか、はい、そういったものなくても大丈夫なもんなんですか。なくても生きていけます、うん、あ、いけちゃうんだ。でも宿泊先にはいろいろ揃ってたりするんですよね。そうですそうだよね、はい、あ、なんかキッチンとか、うん、そういうのがちょっとついてる、料理できる、うん、ホテルとかゲストハウスに泊まって、うん、はい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 、あ、そうか。でもさ、そういうところって一人じゃないでしょ、個室はないんでしょ、 あるの。あるんじゃない。あ、個室もありますけど、うん、ドミトリーなんかこう、うん、共用が多いですね、うん、ベッドだけ、うん、こう自分の。なるほどね、はい、だんだんスペックが分かってきましたよ、でもね、生活様式が、はい、うん、どんなことしてるのか、どんなことしてる前に、はい、ナツポンのね生活様式が分かってきました。分かってきましたか、はいはい、たくさんの友達ができそうですね1ヶ月ごとに、ね、変わるんじゃ。本当にね、やっぱり普段ではできないような経験をねたくさんできると思うので、ね、はい、出会う人も変わりましたね。あ、どんな風に、どんな風に。なんか今までは会社の人とかだったり、うん、同年代の友達とかが多かったんですけど、はい、なんかそれこそなんだろう、結構フリーランスで、うん、自分で発信をしてたりとか、うん、ちょっとこう経営者の方だったり、はいはいはい、出会う人も変わって、なんか世界も変わりました。へえ、何、経営者の方も旅暮らししてんの。あ、旅暮らしっていうよりお仕事の面で関わることがあります、うん、はいはい、あ、そっかそっか。あ、じゃあもう早速ね、えまちゃん、その、はい、今ね、夏ぽんが活動されてるお仕事の話もね、行きましょう。はい、ぜひお伺いしたいです。お願いします。どんな仕事やってんだっけ今。一言で言うとライターライターです。文章を書くお仕事をしています。うん、はい、うん、どんなライターぶりなんですか。私が書くのは基本ウェブの文章で、うんうんうん、ウェブの文章を書いたりインタビューをしたりとか、うん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 、あとライター講師も、はいはい、講師もされてるんですか。すごいですね。あ、すいません、なんか水が高くてすいません講師の方だったんですねあの今ちょっと知ったような恐れ入りますあ、なるほどね。ライターの仕事も大変ですけれども、それを教えるのはまたね、うん、大変だよね。大変ですよね。でもすごいやりがいがあって楽しいです。こう自分がやっぱりこう書くことが好きで、うん、それを人になんか教えて、なんか自分はこのライターっていう仕事で独立できて、うん、今こんな風に楽しい暮らしができてるから、それをもっとこう増やしたいなっていう思いがあって、ね、はい、ライターの仕事ってこれいつ頃からやってんの。大学4年生の、うん、あ、大学の頃からね、はい、もうやってたわけだ。あ、からやってました。もうその頃からこう仕事としてやってたわけ。インターンって形で、うん、まだちょっと見習いみたいな、うんうんうん、半分見習いみたいな感じでやってました。はいはいはい、あ、
なるほど。もう大学の頃からもうちょっとやったろかと、やったろぞいってそういう感じだったら ね将来やるぞと、はい、もうそういう志があったわけね。いやでも全然ライターになるとは思ってなかったです。はい、でもすごく合ってたんですね。合ってたのね。結構こう自分のこう、うん、なんか今までのブログ、うん、なんかこうノートっていう、うん、結構自分のその、うん、家族との出来事であったり、うんうんうん、就職をすごい親に反対されたりとか、うん、結構いろんな出来事があったので、うん、それをなんかこう赤裸々に私書いてたんですよ、うん、ブログとかネットにそれ上げて、はいはい、そしたらすごい反響がもらえて、うん、なんか結構私としてはなんか書くことですごい発散できるというか、うん、なんかこう自分の気持ちを整理できる、はいはいはい、でもなんかそれがなんか人から見ると、うん、なんか勇気もらえたとか、うん、自分もその親に反対されても就職今の夢諦めないとか、はいはい、そういう声もらったりとか、うん、本当見ず知らずの SNS で読んでくれた人が、うんうん、もう1000文字を超える DM を送ってきてくれたりとか。そんな、はい、熱いね。激熱じゃない。でも今まで読んだ記事でもはじ涙を流したの初めてですとか、 なんかそういうのを送ってきてくれて、でそれに自分もすごい助けられて、ライターの仕事を何度 なんか諦めたりと か、うん、なんかどうしようかなって思った時は勇気をもらって。なるほど。これ発信することって大事なんだ ね、 ね、はい、共感してくれる人がね、たくさんいるんですね。そうかね、早く家帰って寝なさいって言ったって言えないもんね。ね、旅してるんだ。いやいや、でしかもライターだとどこでもできるんだと。はい、ね、今はでもどこでもお仕事できますからね。なんかね、そのライターやってる中でね、なんかこうご苦労とか面白い話とかなんかありますか。面白い話ですか。こんなことやっちゃったんだけどとか。心に残った話でもいいですけどね。うん、聞きたいよね。あ、でも、うん、インタビューすることが結構多くて、うんうん、それこそ美容師さんとか、うん、まつげのエクステとかをやられてる方にこうインタビューをして、はい、こうなんかどういうものをやってる、なんかこう商品の説明とか、うん、で聞いてるとなんか自分が欲しくなっちゃうんです。わかる。欲しくなっちゃう。商品が欲しくなっちゃったり、うん、その美容師さんにやってもらいたくなっちゃったり、うんうん、で、はい、なんかやっちゃってます。やってもらって やってもらうときはなんかそうです、お店予約して。ああ好奇心旺盛なんだね今ね。すごいですよね、はい、インタビューされた方は嬉しいでしょうね。うん、話聞いてくれて、ね、その方にやっていただきたいと思ったんですからね。本当に、はい、ぐぐぐっとこうやっぱりインタビューしてるとその人のさ内面とかお仕事の内容にぐっと入っていけるタイプなんじゃない。夏も、あ、そうですね、結構何でも、ね、興味があって、いやもうね、興味を持てるって相手とね、はい、同化してるっていうかね、そういうことだと思うのよ、接点を持つ、なんかこうインタビューで仕事だけやってると、まあ、それは仕事ですけど、あ、なんかいいな、いいですねって言ってると本当に、あ、なんかいいとこ見えてきてね、はい、それがどん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 大きくなってくるんだと思う。あ、そうです、ね、その人のことをこう広めたくなります。そうでしょ。それで自分がこう文章書いて、はい、多くの人に伝わるようにっていう、この今のライターの仕事が楽しいなと思ってやってます。まあね、もうキラッキラ笑顔がいいもんね、はい、すごく可愛いね。もうね、これ見習いたいですよ。ね、ユキが見習うんですか。俺はもうなんかむすくれた顔してるんで、もう夏のね、その笑顔をね、もう頂戴したいですよ。まあ、周りをね巻き込んで笑顔にしていく、そんなイメージが夏もあります。はい、ありがとうございます、ね、すごく明るくて可愛くてと、ね、取材していたらその人のことが気になり、うん、ね、好きになっちゃって、そうレポートして、はい、気がついたら座ってこう直近的にお願いしますって言ってもらっちゃってます。あ、なるほどね。、はい、あ、そっかそっか。じゃあ今後ね、どんな風に やっていく予定ですか、ライター業務、うん、はい、うん、今後は、うん、もっとなんだろう、このライターっていう、ま、自分が発信力をつけたいなって思うのと、うん、あと日本だけじゃなくてやっぱ海外も、ね、ヨーロッパがすごい好きなので、やっぱでかいね、うん、夢がね。旅暮らししながらもっと、うん、はい、いろんなところで活躍したいなと思います。なるほど、ね、楽しみですね。楽しみだね、はい、やっぱ夢は大きくってよく言う、うん、昔から言うんだけど、はい、やっぱ大きいビジョンを持ってる人ってやっぱ大物になるよね、うん、ビジョン持ってないのにさ、なりようがないから、はい、そうですね、
ね、あとね、言ってれば叶うことってありますよね。本当にそう思います。そうですよ、このラジオもそうだしね、あのクラブハウス3月に始まって、うん、初めからオンエアっていうマークつけてたんですよ、東京しゃべりクラブなんで、はい、って言われたら、ね、ラジオやりたいから、もう、うん、その半年後にはもうここでラジオやってるんですから、うん、ね、すごいね、これですこれです、ね、ユッキーの行動力もねすごいですよね、うん、言葉に出したらなんか叶うっていう、はい、思ってます。そうですね、はい、あ、いや、夏ポンに会えてよかったな。元気とね前向き、ね、笑顔と、はい、ね、あの生活はこうでなきゃいけない、家に帰ってね寝て朝起きなきゃいけないっていうね常識をね覆してくれる、これいい意味でね。いや、そうですね、うん、どこでも仕事はできるんだ、できるのにやってない人ってたくさんいると思うのよ、はい、そうですよ ね、そこで何かに縛られるよりも、うん、自由を求めてね、はい、旅立つ、羽ばたく、はい、いいじゃないですか、こうパタ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 っていう感じでいいですよ、ね、さすがです、はい、ナスポンさん、またさ、このね東京おしゃべりクラブレディオ、はい、うん、来てほしいね、山ちゃん、どう、東京にいる時じゃないとダメですよ。あ、そっか、そうですね、そう東京に来た時、でもこのために東京に、このために東京に来てくださいますか、はい、今回もこれがきっかけで、うん、ありがとうございます、東京に、はい、ありがとうございます、なので、うん、またぜひ呼んでください。うんうん、今までお気に入りの一番の場所ってどこですか。お気に入りはやっぱり京都です、うん、今まで。あ、いいですね、京都、私も大好きです、はい、うん、そうか、その辺の話もね、あの次回どうして京都なのかなぜ京都なのかっていうのもちょっとね、はい、聞いてみたいね。おいしいものもたくさんあるんだろうね、いろんなものもね、はい、巡り合うチャンスたくさん持ってると思うんだよね教えてください、いろいろ、はい、もちろんクラブハウスでも、はいはい、もちろんこのラジオでも教えてください。今日はありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。活躍、ね、応援してます。応援してます。もう全、ありがとうございます。もう全然時間足らないわもう終わったんですか。もう終わったんですか、はい、ね、はい、ここでねちょっとそのままお座りいただいて、クリスマスソングですね。もうクリスマス近いじゃないですか。そうですね、そうですね、スペシャルな曲があるんですよ。こちらをねちょっと一曲聴いていただきたいなと思ってます、はい、スペシャルソングです。ワン、ツー、スリー、メリークリスマス、マスいやーもうねクリスマス気分も絶好調になったね。そうですね、はい、はい、夏ポンさんに、今日のですねプレゼントのキーワードを決めていただきたいんですけれども、教えていただけますか。はい、キーワードはスーツケース。お、はい、スーツケースですね。いいね、皆さんぜひ覚えておいてくださいね。夏ポンスーツケース一つで旅をしてるわけだから ね30キロのスーツケースで、重っ大丈夫、はい、なんとか持てます本当に俺無理だ、はい、それ何の重いわ。いや、みんなに重いってびっくりされますね。え、はい、ね、女性ですからそれくらいになっちゃいますよね。そっか、そっか、さっき80着捨てたって言ったけど、30キロ持ちながら歩いてます。そっか、大変だな、大変だ、はい、いやでもその辺のね、楽しい話もねたくさんたくさんまだまだありそうなんで ね、ここにまた来てくださいよ。お待ちしてます、はい、クラブハウスもぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Music's our various emotion. いやー、夏ポン、衝撃的な夏ポンでした。うん、羨ましい、なんか憧れちゃいます。自由っていいですね。自由ってね、うん、自由の生活ってみんな憧れるんだけど、そうですね、何かが邪魔するんだよね。こうでなきゃ、ああでなきゃって、これはこうじゃないかとかね、ありますよね。それをね、見事に覆してくれるのが夏ポンでした。ありがとうございます。ありがとうございました。それではね、次のメンバーさん、はい、お待ちかね、 Welcome to 東京おしゃべりクラブレディオ、ひさえちゃん、ひさえちゃん、ごとちゃん、ごとちゃん、お待ちしてました。ありがとうございます。待ってましたよ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、今日は、ね、ありがとうございます。スペシャルなお二人が来てくださって、ね、だいぶお待たせしちゃってすいません。お待たせしました。もうギャラリーさんいっぱいですよ、ね、ガラスの目の前。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。はい、はい、改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
いや今日はね、はい、初めてお会いしてね、まあ、どのようなまずね自己紹介いただけるかってここ大注目します。はい、はい、ごとちゃんからね、はい、ごとちゃんから行ってみたい。はい、行ってみたい、行ってみたい。はい、はい、ちょっと恥ずかしいんですけれど、ノーファンデの56歳、はい、フラコラスタッフ後藤なんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いいぞごとちゃん。ありがとうございます。ちょっと恥ずかしいですけど今日はノーファンデですか。拍手喝采ですよ。ありがとうございます。光のおかげです。それではね、ひさえちゃんお願いします。はい、フラコラスタッフの神谷久江と申します。いつも会社では神ドンと呼ばれてるんですけど、ちょっと今日おしゃれに久江ちゃんね、久江ちゃんなんか神ドンって言うとね、あの力強さも感じますけど、本当にねしなやかな、ね、お会いしたらエレガントな女性、ね、エレガントキラキラ、はい、キラキラですよね、これもね、もうすごい光を放ってるお二人にね今日来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、早速ですが、フラコラというね、はい、このキーワード、お名前を聞いてこちらに飾ってあります。はい、はい、こちらです。フラコラっていやどんな商品なのかね、どういうことなのか、どんな効果があるんや、これね聞いてみたいです。はい、とっても聞いてみたい。これはどちらの方からこうご紹介いただきますか。どうぞどうぞ。神ドン、神ドン、神ドン、まずは、はい、じゃあ久江ちゃんからお願いします。久江ちゃんから、はい、お願いします。はい、はい、フラコラはですね、2004年から開始している、はいはいはい、あのスキンケアのブランドになるんですけれども、イソフラボンのフラとコラーゲンのコラが合体してフラコラっていうブランド名になってます。そこですか。そうですね、はいはいはい、最初美容ドリンクの会社だったんですけれども、ね、はい、まあ、その後プラセンタのサプリメントですとか、うんうん、最近ですと美容液が、はい、非常にヒットしておりまして、一番手前にあるヒト幹細胞培養液、黒いラベルのものですね。こちらはもうすぐ100万本突破。ちょっと見せてください。俺ちょっと見てみたいな、そのボトリングね、はい、100万本どれですか。これですか。こちらのヒト幹細胞、100万本それです、ね、はい、はい、これ100万本。そうです、大ヒット商品ですよ ね、 フラコラさんの、はい、ははは。これどんな風に効くんですかね。どうぞ。どんな風に効く、はい、はい、皆さんね、幹細胞っていうと、うんうん、あの傷を治すものなんですけど、うん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 、やはりマルチにいろいろお肌にはね届けてくれるので、はい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 、昔はあのシワには何か、うん、あの例えば乾燥したら何かっていう成分別でいろいろと使ってたと思うんですけど、うんうん、こちらの、はい、ヒト幹細胞バイオエキスはマルチに働いてくれるので、うん、例えばいい、ね、そうコラーゲンがちょっと、はい、足りないぞってなったら、うん、コラーゲンになり変わって、うん、賢いやつですね。賢いやつだ。そうなんです。はい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 、はい、本当万能なね美容液ですよね。そうなんです。このボトルにね、いやちょこちょこしてますけど、はい、この中にその素晴らしいエッセンスが封入されてると。そうなんです、はい、やっぱり幹細胞って、あの年々で自分たちの幹細胞っていうのがだんだん失われてくるので。あ、そういうもんなんね。はい、うん、だん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 こう老けてきてしまうんですけれど、うん、まあ、そこのあたりを ね、 ね、補ってくれる。そうなんです。だから若ければ若いほど、うん、その幹細胞ケアをすると、うん、より若くいられるという素晴らしい成分です。あ、じゃあちょっとガクンときた場合も、はい、あのガクンをちょっとグイグイってこう持ち上げてくれる感じね。グイグイっとね。そうですね、もう再生してくれますからね。再生してくれます。時間をこうタイムスリップして、あの昔に巻き戻してくれ、あ、巻きも、あ、いいですね。テープレコーダーみたいにね、こうテープレコーダー、ちょっと古いかな、ゆっくりちょろ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 。そうじゃない、そうじゃないね、知らないですよね。知ってますよ。あ、知ってますよ。あ、なるほどね。これあの男性女性問わずね。問わずです。もうね、あの100万本っていうとね、女性だけじゃないはずですよね。そうですね。男性も使っていいんですか。男性ももちろん。あ、なるほどね。はい、芸能人の方でもね、使ってる方もいますからね。あ、そうですか。はい、まあ、芸能人とかね、こう表に出る機会が多い方っていうのは、当然ね、これも欲しくなる商品。そうですね。やっぱ日々のねケアというのがとても大切ですからね。まあ、2004年からってことなんですけど、その当時にこれはなかったんですよね。それはなかったです。そうですね。その当時のね、あの2004年発足当時ってどんな商品があったんですか。最初は先ほどフラコラ、あのイソフラボンのフラとコラーゲン、コラーゲンがやはりコラーゲン、ね、コラーゲンドリンクが、私のフラコラさんって言ってコラーゲンドリンクのイメージがありました、うん、でしょ、はい、実はね、自分も情報をね多少なりともこう入れてきました、うん、あのクラブハウスでも お聞かせいただきました。これどんなドリンクだったんですか。
コラーゲンはやはりね、飲んだ後にもうね、お肌がスベスベになったんです。私はもう感動しちゃったんですけど、なんか体験があるんですか？ね、あります、うん、はい、飲んでどうなりました？飲んでまずもうね、手がスベスベになって、うん、で顔を洗った時にツルッとしたんですね。おっと、なんだろうこれって、うんうん、人によってはかかとのカサカサが治ったとか、あのそうストッキングがね、今まであのかかとのカサカサでね、はい、なんか破れちゃったなんていう人も治ったり、あと二枚爪、爪が弱い方が、はいはいはい、爪が強い、コラーゲンってもう全身にあるじゃないですか、その成分になってくれるので、はいはいはい、そうなんです、すごい、まあね、実感できていいです ね、 いいね、それでね、もう最初はね、ヒットしましたよね。もう実感して、あ、実際どのくらい飲んだんですか？どのくらい、うん、私はもう1本飲んだだけで次の日に、すごいですよ、すごい、コラーゲン1万ミリってすごいなってその当時は思いました。あ、1万ミリね、これ尋常じゃない数ですよね。尋常じゃない、ね、今はね、うん、いろんな各メーカーさんが出されてますけど、はいはいはい、本当にフラコラってその初めてのコラーゲンのリンクを出した会社なんですね。なんで聞いたかっていうと、2004年からね、うん、今100万本の商品をね、うん、売り上げが出てるってことは、その礎というか、もっと前進の商品があったんじゃないかと思ったのよ、うん、そうです ね、 そ、 ね、その通りですね。でその1万ミリグラムの、コラーゲン、コラーゲンね、コラーゲン、イソフラボンですね、イソフラボンね、うん、はい、これは社長さんどんな意向で 作られたんですかね。思えば 高濃度、うん、高実感というのをコンセプトに、うん、やはり実感しなかったら続かないということで、うん、かなり研究して作ったものですね、うん、黄金比でその1万ミリと、うん、ビタミン C1000 ミリとイソフラボンという形で、うん、かなり成分の黄金比で、はい、ができたんですけど、もう1万という数字が好きとかそういうんじゃなくて、そうです、そうです、ね、そうじゃないですよね。最初で、ね、少しまずかったんですよ、まだ、へえ、だからね、お客さんの中では、はい、電話かけてきて、これ飲めないから解約したいなんていうのもあったんですけど、なんで飲めないんだろう、美味しくないから、最初の頃ですよ。ああ、なるほどね。でもコールセンターの方が、いや、ぜひ10本だけでもいいから飲んでみてくださいって、飲んだら変わるよって、飲んだらなんか皆さん変わっていったんです。いや、それで続けられて今があると。あ、すごいですね。なるほどね、皆さん実感されて、そう、はい、時代とともにね、当然商品って変わってくると思うんですけど、この人幹細胞、この辺もね、聞きたいですね。何かここの場所でね、伝えておきたいっていう、これを知りたいですね、はい、ここがいいんだよっていうね、うん、ここ PR のしどころよとみんな知らないでしょなんてね、こう、うん、聞いてよかったという何かあれば教えていただきたいですね、はい、うん、そうですね、やっぱり美容も健康も全部細胞からなんですよね、うんうん、細胞が元気だと体も元気になるし、うん、いろんな悩みも結局は細胞の劣化から来ているので、うん、まあ、マジですか？マジですよ。そうですよ、ゆき、まずいよそれ、まずいじゃない、あ、新事実、うひょーって感じですね。あ、本当、他の商品もなんですけれども、うん、その細胞の活性化っていうところに着目した成分を仕入れているので、うん、まあ、そういう、なんていうかね、ちょっといろんなところが気になってきたわっていう方に、ぜひ弊社の商品試していただきたいななんていうふうには思います。はい、すごく私もね、使っててすごく実感しているので、はい、ぜひ皆さんにも使っていただきたいです。山ちゃんの実感ってどんな感じ？やはりね、うん、美容液は元気なんですよね、元気美容液で有名なフラコラさんなんで、うん、すごくですね、塗った瞬間に肌の張りを感じたり、うん、はい、使い続けることで女性はもうね、はい、これね、やめられないですね、やめられないんです ね、 ね、はい、ああ。なんでもですよ、パッケージもすごくおしゃれでね、女性男性問わずお使いいただけると思いますので、うん、ね、はい、この年末ね、寒くなってきて、まあ、年越しね、もうツヤツヤキラキラでいたいなという方はね、ぜひ一回手に取っていただくといいかもしれない。そうですね、はい、まだマスクが外せないじゃないですか、マスクでね、かなり肌荒れするなんていう方も、うん、そうですよ、そうなんだね、そういうのもね、ぜひね、使っていただいたら。マスクね、マスクしてるとこう目だけ、ま、メイクすりゃいいとか、そういう、あ、ちょっと話違いますね、それね、それと違う。いやー、なるほどね、肌にやっぱり負担かかるわけだ、うん、マスクも。そうですね、私もマスクあれ気になりますので、はい、あ、その辺ね、夏ぽんどうですか、マスクすると肌荒れとかある？私は逆になんかテカっちゃいます。あ、受け狙って言ってんだろ、受け狙って言ってカサカサしないの、うん、まだね、フレッシュだからかな、油になっちゃうんだ、はい、夏ぽんはね、でもそんな油もがね、浮いてくるっていうのも、うん、このきっとね、この100万本の
エッセンスで油で出る人もやっぱり油を抑えて、うん、あのちゃんと調整もしてくれますから肌お、うん、聞いてる、ね、夏も調整今油断してたでしょ、ね、なんか瞬間的に油断してた今 ね、 あのね、うん、油のねこの調節までしてくれるらしいんだよ、はい、すごくないこれすごい万能ですね本当、ね、万能なんですよ、うん、ね、なんか弱いところが見つからないのがね、うん、ちょっと不思議なぐらいでねちょっと弱点見つけたくなっちゃうんですけど弱点あります？なんか残念ながら弱点ありますないですねないですか、うんまあ、でもこれに対してはね、でもまあ、これだけだと、ね、保湿が足りないから ね、 そう足りないからねそうそうやっぱり洗顔もきちんとやっていただかないとまずダメだしあまずねまずはね、はい、洗顔をやって、うん、ゴシゴシねあじゃあまずいしあそういますよねこう、うん、洗面器に余裕でそう昔の昭和のなんかですよね、それね。まあ、今そう優しく優しくね、負担を与えないっていう。あ、洗顔後一番最初に使っていただいて、はい、あとはあの通常のお手入れでねクリームとか、うん、あちゃんと化粧水とかクリームもちゃんと使っていただければ、しっかり蓋していただいて。なるほどね。これ一本では、うん、せっかくの効果が。なるほど、まあ、いろんなズームとかねこうイベント開催なんかでもいろんなお話されてると思うんですけど、はい、今日ここに来たから私ねちょっと一言言いたいわっていうこと何かありますか？お母さん元気とかそういうのもありですよ。例えばねあの例えば会社の社長頑張ってますとかね、いやフラッコラねこれ使ってください、何かね直感でひらめく一言をねお二人に一つずついただきたいイメージがあります。はい、じゃあ私は朝行くようかな、うん、そうですね、はい、私はですねいつもあの、毎朝9時半から10時までの間の10分間なんですけれど、うん、あの朝のエクササイズといって表情筋のトレーナーをやってるんですね。でやはりこの表情筋って動かさなくなると、うん、もういくつになってもなんですけど全然筋肉ですから、うん、あの衰え知らずになるし、あとはもう本当に表情が豊かだと笑顔が素敵になるとやっぱりね、はい、周りも明るくするじゃないですか、うん、そんな感じで ね、はい、もちろんねあのトレーニングするといろいろ変わってはくるんですけれど、はいはいはい、そんなような形で、フラグラの、Zoom で、はい、今ウェブサイトでねちょっと調べていただくと分かると思うんですけれど、はい、朝のエクササイズやっておりますので、もしね機会がありましたらぜひ、はい、運動の方もあの元、五輪オリンピック選手のね柳沢というのが、ね、すごいやってるんですよ。はい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 、はい、あ、そうなんですか。やってます。へえ、朝のエクササイズそこもね10分ね10分ずつ。これどうやったら見れるんですか？あのフラコラのウェブサイトの、はい、うんうん、はい、あの朝のエクササイズって。ああ、なるほど、はい、2人のねこのご紹介映像をねポンポンとこう出していただけるとこちらまたね、アクセスもしやすいんではないかなと思います。先ほども1回出たと思うんですけどね、はいはいはい、いや情報欲しいなって方ねたくさんいらっしゃると思うんです、はい、こちらですね、これことちゃん、はい、ことちゃん、はい、ありがとうございます、はい、はい、これは夏フォン、はい、そして久江ちゃんがね出るかなと、あ、いろいろたくさん今日は出てきます、はい、ありがとうございます。あと久江ちゃんで、ね、もうちょっとで出てくるかなと思いますけどね、はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。そっかそっか、じゃプレゼントのキーワードを決めていただき、その前にもう一度久江ちゃんのね一言、思いを伝えてください、うん、一言今聞きたいです。はい、思いを、ありがとうございます、うん、あのイベントの情報なんかはですねインスタグラムでよくライブ配信していますので、うん、ぜひですね、うん、さっきあの QR コードあったんですけれども、はい、そちらでインスタグラムフォローしていただければいろんなフラコラの情報を知っていただけると思うんでどうぞよろしくお願いします。まずはインスタフォローから始めてくださいと、はい、ね、すごくあの情報がたくさん詰まった素敵なインスタグラムのアカウントですのでよろしくお願いします、ね、まあもう本当ですね、シンプルにね、あ、出てきました。これシンプルでいいですよね、うん、今インスタフォローしていただければ情報がね湯水のごとく、ね、はい、雨あられたくさん降ってくるよというメッセージですよね。そうですね、週に4、5回はもうライブやってますので、はい、なるほど、見てみてください。いやいや今日はありがとうございます。じゃあ、はい、それでは、ことちゃんと久江さんからキーワードをお願いします。プレゼントのキーワードですね。あ、いいですか？はい、はい、キーワードはフラコラです。はい、じゃあ2つ目のキーワードはフラコラです。わかりやすい、覚えててください。わかりやすい、ありがとうございます。はい、今日本当に短い時間でしたけどありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあプレゼントのね、紹介キーワード今、QR コード出てるんですけれどもこちらを、紹介していただけるかな。プレゼントの紹介かな、うん、はい、はい、プレゼントの紹介を改めてさせていただきます。はい、はい、プレゼントは出演者メンバー全員の直筆吹き出しネームプレート、そしてレッドブルジャパン様からトリック6巻セット、
BMW 専門店スカイファクトリー様からオリジナルの T シャツと、マグバーム様からマグバーム、そしてフラコラ様からも、はい、今日は豪華なプレゼントがたくさんあります。そしてレイブータンの、ね、レモングラスティーも、はい、ありますので、す、ね、皆さんぜひご応募してください。はい、応募方法はユッキーからじゃあお願いしますか。はい、はい、応募方法ね、今画面出てます。キーワード2つ入れていただいて、12月11日まで、23時59分までの、応募をしていただきたいと思います。こちらホームページになってますんでね、グググッとこう下がっていただくとホームページ見れるようになっております。今日はありがとうございました、はい、短い時間でしたけど、ね、かけ声やって終わりにしますか。はい、楽しかったです、はい、東京と行った後におしゃべりクラブです。いきますよ、はい、東京おしゃべりクラブ、最高だぜいや、最後にコスロイドさんのね、はい、メイクマイミュージックをかけて終わりにしたいと思います。今日もありがとうございました。最高な夜に乾杯。素敵な夜でした。最高だよ。